盛り上がってますか？履正社高校女子野球部です。笑顔でハイスタート、よしまじんとです。ついにともやんメイン MC 記念すべき1回目でございます。イエーイ、拍手。いやー、まさかね、あの前回ドッキリでともやんいきなりメイン MC というのを伝えられてね、すっごいびっくりして、本当にもう気持ちの整理つかなかったんですけど、ようやくねついて今この間にあの座っておりますんですけども、今回から部活 PMC として部活を頑張る学生たちをたくさんご紹介していこうと思っております。皆さん応援のほどよろしくお願いします。リニューアルのねこの雰囲気とかどうですか？すごいね、ここになんかこう何観客席みたいなのもあって、こう背景とかも変わってリニューアルして、あの新規一点いろんな高校頑張ってね取材とかさせてもらえたらなと思います。盛り上がってますか？おー、すごいね日本の技術は。さあ今回は初回ということで注目のバスケ部にお邪魔させていただきました。ではそのロケの様子をご覧ください。どうぞ。強化が潜入ロケ、イエイ。はい、ということでリニューアル一発目がこちらです。東山高等学校です。早速ね、もうほぼラスボスと言っても過言ではない高校に来ちゃいました。皆さん東山高校は知ってますか？まあ、知らない方にもね、あの説明一応しておきますと、昨年ウィンターカップ2位で米津くん率いるこの東山高校、だいぶねあの SNS でも話題になりましたよね。はい、ということでね、あのその東山高校が新しいチームになって、で去年から活躍してるエースの西部くんとか、新キャプテンの堀くんなどなど様々な、ね、注目選手がいるんで、今日はねあの3つのポイントを押さえてあの取材していこうと思います。1つ目は新チーム中心人物堀くんってどんな人っていうところと、2つ目、東山高校のガチ練習ガチ取材で、3つ目、チームのマル秘キーマンを発掘っていうところをね、あの重点的に取材していけたらなと思っていきます。じゃあ早速やっていきましょう。ガイッ。やっぱ関西めっちゃええ反応っすね。いや嬉しい、多分過去一でいい反応でした。最高。今日は新1年生が初めてこう練習に参加してるらしくて、この辺もちょっと気になる選手見つけれたらいいかなと思ってます。新キャプテンになったって聞いたんですけど、どうですか、この実際新キャプテンになってみて。まあ、やっぱ結構責任もあって大変です。東山ってやっぱりこう能力が一人一人高いから、結構個々が強いじゃないですか。それをこうまとめ上げるってだいぶこの一筋縄ではいかないと思うんですけど、そういうところでやっぱ苦労しますか、一人一人個性があってこうまとめるっていうことも。やっぱします。特に誰が最後に。特には西部やっぱ西部君が、西部君は東山の去年からすごいやっぱ得点を取ってるあのエースの子なんですけど、自分はやっぱり持ってて、やっぱあんな言ってもまあやっぱ聞かないんで。だけどね、得点取る人ってある程度こう自分を持ってるってところ大事なんですけど、そこをこのキャプテンガードがどうコントロールするかがね、あの難しいところではあると思うんですけど、ぜひ頑張ってほしいですね。新チームになってもう3ヶ月経ちましたけど、今の現状のチームの課題って何ですか？コミュニケーション、やっぱディフェンスとか、その喋って喋らないとまあミスが起きたりとかしてしまうので、コミュニケーションの力だと思います。チームの目標は？ズバリ目標はやっぱり日本一。ただ負けてしまったので、去年の分まで頑張ります。
はい、まず、僕がやったことない練習始まったんですけど、縄跳び、縄跳びスタートなんですかね、これいつも。けどやっぱ強豪校がこういう縄跳びやってるってまた新しい発見ですよ。これもなんか一つこう強さの秘訣なのかなと思います。10秒ごとに跳び方が変わっていくんですね。いやー、しんど、二重跳びはできひんぞ俺は。もう二重跳びはできひんぞ。運動しなくなった、大人になって分かったんですけど、縄跳びって足しんどいっすね。縄跳び足しんどいわ。これ何の意味あんねやろ。縄跳び先ほどしてはったんですけど、はい、あれって何でしはるんですか。まあウォーミングアップも兼ねてなんですけど、はい、まあ高知性や敏捷性を高めるのと、あとリズム感ですよね。リズム感、うん、リズム感のバスケってやっぱ関連性はあるんですか。なんかそのステップとか、やっぱりドリブルの緩急とか、すべて結構そのやっぱりリズム感がある子の方がステップの種類とかも豊富というか。確かに、うん、だからまあこうステップを踏みながら次の動作に動くことも結構バスケットには重要なことなんじゃないかなと。確かに、それこそ最近のこのバスケでいうとステップが増えたじゃないですか、いっぱい技術的にも。だからこそこうリズム感で大事になってくるのかな。やっぱその足首とかはね、はい、やっぱりこう走るだけじゃなくて、飛んで飛びながらこうやっぱり正しく使うというか、はい、うん、そうか、怪我の防止にもつながると思う。ずっとうちは続けてやってます。なるほど。あの俊敏性までは想像ついたんですけど、リズム感がそこに入ってると思わなかった。いや、縄跳びでめちゃくちゃちゃんと考えられてるし、いや縄跳びちょっとめちゃめちゃいいですね。ぜひ取り入れてみてください。ぜひぜひ、ぜひあの全国の高校さん取り入れてください。あの僕も結構体幹よくやる方なんですけど、あの東山の体幹メニューはめっちゃ豊富です。めっちゃ種類がある。で、これ結構僕は東山の強さの鍵かなと思ってて、あの米津くんってめっちゃ細いじゃないですか、けど体強いんですよ。で、自分でも言ってたんですけど、あの米津くんってあの細いけど線はしっかりしてて、結構ね、体幹を重点的にやってるって言ったんですよ、自分でも。きつい、これきつい、あかん、足つりかくや。はどっちかっていうとまだ身長伸びる子たちもいるので、自重でこうバランスとか体幹を多くやることが多いし、ウエイトでこうやれる、成長の段階に合ったことをやってあげないと、高校生にとっては結構怪我とかにもつながるんで、その次のステージに行けなかったりすることも出てくるので、やっぱ格段に怪我が減りますよね。あ、そうなんですね。基礎基本をやっぱりきちっとしないと次の動きにならない。やっぱり最後の局面の一歩であったりとか、うん、もうそういう局面をするときにやっぱこういう最終的には基本に、うん、基本がちゃんとできてないやつはできないってよく言ってたので、こういう練習知りたかった高校の時にもうちょっと上手くなれました僕も。いやけどほんまにこう見てて、今までの高校ももちろんこう各高校で素晴らしい練習はたくさんあったんですけど、なんか東山高校は特にこう新しい感じがして、次世代やなっていうのをすごい感じてます。今まだ体感しかやってないですか。いや体感しかしてないんですけど、やっぱ見ないですもん、あんまりこう特殊やなっていうのが多い。この練習はどういった意味のある練習？コンタクトで、はい、まあ、その当たることでやっぱり慣れるっていうのもそうなんですけど、やっぱその自分のさっきやってた体幹のバランスをうまく使いながら力を加えるっていう、だからディフェンスでもオフェンスでもこうボールを守らなきゃいけないコンタクトであったり、チャージングもらうようにディフェンスする場合だったり、うん、なんかこのコンタクトで、まあ、体を慣れるっていう、
意図はありますけど。なるほど。もっと本気で飛ばしてさっきみたいな感じでどれぐらいなんかなっていうのをちょっと聞きたくて、アップで死ぬとこだった。マジで強かった。これマジで本気です。今のはあれさっき持ったけど今のはマジマジで強かった。なんだよ、うわ終わっちゃうぞ。左使い物だけど。よいしょ。よいしょ。マジでほんまにトラックかと思った。トラックかと思った。危ねえ。はい、ということで VTR 見てもらったんですけども、改めてね、あの東山高校の僕練習は一回もこの見たことなかったんですけど、実際こう見てみて次世代の練習、次のネクストジェネレーションの練習をしてはるなっていうすごいね印象を受けました。やっぱ自重トレーニング主にやっていくのも、これから大事になるんじゃないかな。この見てるいろんなこのバスケだけじゃなくていろんなこの部活の、あの部活生にもすごいためになる回だったんじゃないかなと思います。部活タグラム、部活に一生懸命な人たちを応援するコーナー、部活タグラム始まりました。イエーイ。今回は YouTuber のアジーポン、ユズポン、スミポンですがお送りします。それでは今回ご紹介するのはこちらです。履正社高校女子野球部です。それでは見ていきましょう。どうぞ。女子硬式野球部は全国におよそ30チーム。履正社高校女子野球部は全国大会で優勝したこともある屈指の強豪校、38人が在籍する強豪校に部活のカメラが密着。春の大会に向けて奮闘する彼女たちを追いかけました。背番号を渡していきたいと思います。9番大谷。はい、やっぱり一桁もらったんで、こう出れない人たちの分まで全力で頑張りたいと思います。夢を追いかけて頑張っている姿とても素敵だったし、めっちゃかっこよかったです。これからも頑張ってほしいですね。こちらの動画は部活の YouTube にて配信されているのでぜひご覧ください。部活タグラム、続いてはこちら、四日市メリノール高校女子ラグビー部に所属する佐藤玲奈さんです。それでは見ていきましょう。どうぞ。現在高校1年生の佐藤さん、佐藤さんはラグビー部経験者のお父さんの影響で中学1年生の時にラグビーを始めました。その魅力にのめり込み懸命に練習、女子ラグビーの大阪府代表にも選ばれました。4月からは強豪の四日市メルノール高校に進学しラグビーを続けられるそうです。これからも頑張ってください。佐藤玲奈です。女子ラグビーを日本のメジャースポーツにするために私たちの世代から盛り上げていきます。4月から四日市メルノール学院高等学校に入学し全国制覇を目指します。うかきたグラムでは皆さんの出演希望も募集しているのでどしどしご応募ください。ということで以上今週のブカピタグラムでした。バイバーイ。ブカピに紹介してほしい部員の皆さんはハッシュタグブカピ出演希望をつけてツイッターに投稿してください。採用されたらブカピグッズをプレゼントいたします。皆さんからの応募お待ちしています。大本命君の
この今の練習どんなことを意識してやってほしいの？一本大事。マジで俺の時の中学の俺の中学時代の3倍うまい。すごいわ。